よっけ、まもなく工事は終わる。わしはこの武器弾薬を使ってまずお前らの国を平らげる。工事が終わったら俺たちはどうなるんだろう。たとえお前たちのような子供であろうとも、お山を汚せば立ちどころに嵐が起こり大雪が降り、このままでは俺たち三人はここで雪倒れになってしまいます。神様、鶴吉がこの身を捧げます。どうかお怒りを鎮めて、お父ちゃんや村の人たちを助けてください。よし、撃て。